ヤスコにしか見えない。ご来場の皆さん、お待たせいたしました。日米の優れた技術を結集し共同開発された我が国が誇る F2 戦闘機の登場です。会場左手から高度約150メートル、時速約900キロメートルで進入してまいります。会場を通過した後、高度約1000メートルまで急上昇します。でもこれを目印なら来れるはずだけどな。800km/h で旋回を実施します。旋回時に操縦者には自分の体重の約7倍もの負荷がかかっています。行います。高い旋回性能は空対空、空対地、戦闘ともに不可欠な能力であり、戦闘機の優劣を決定する重要な要素です。相手より速いことはもちろんですが、相手より遅い速度でも起動できることは空中戦において有利となります。 F2 の低速度における飛行性能をご覧ください。低速度で会場正面を通過した直後に低速度のまま旋回を実施します。
ライフエッジで侵入します。その後、会場左手から高価格を深くし再度侵入してまいります。攻撃弾種に合わせ侵入高価格を変えた2通りのパターンを実施しますのでご覧ください。この能力は多くの島嶼を有する我が国への攻撃に対応するため近接航空支援等において重要な役割を担います。次はエンジンのフレームアウトを模擬した着陸要領をご覧ください。エンジンが一つしかない F2 においてはあらゆる状態からでも安全に機体を着陸させられるよう日々訓練を実施しています。から高速で侵入し翼を振って皆様にご挨拶し岐阜に帰ります。 F15 や F2 のように10分で行くことはできませんが11月17日に行われる岐阜基地航空祭にも出てくる。お願いいたします。